9月22日から名古屋ではですね、宮崎駿が選んだ、50冊の直筆推薦文展始まっています。今日はですね、その会場の様子の写真がですね、ここに届きましたんで、それを皆さんにちょっとお見せしたいなと思っております。まずですね、全体の様子、会場ってこんな感じになってます。すごくなんかこう高級感があって、なんかこう壁が高いせいっていうのもあって、すごくですね、こう会場が高級に見えるんじゃないでしょうか。そうですね、こんな感じでですね、本と、紹介されています。まあこれはこんな感じなんですけども、今回の会場の目玉っていうとですね、やっぱりこう他の会場と違うのは、これこちら見えるでしょうか。ここに実はレンガの中から通風口のところからニーヤの手が出ていますね。これこの手前のところには小さなアリエッティもいるんですけれども、こういうような、立体造形物がいろんな、いくつか飾られてるんですね。で、壁とかにはこの名場面のスチールとかも並んでいます。こんな風にしてグレードアップちょっとしています。で、ちょっとこの写真見ると皆さん驚くかもしれません。こんなコーナーもあります。ちょっとここに見えるのがですね、これはキキとトンボじゃないですかね。これ魔女の宅急便のこう、立体造形物なんかも飾られてるんですね。かと思ったらですね、これ、その奥なんかにはこの大きい竜の頭が見えると思うんですけど、これゲド戦記に出てくる竜ですね。それからそのまた横を見ると、この隅っこの方にはこうハウルの極白の立体造形なんかもあります。こんな風にしてですね、実は、この名古屋会場かなりグレードアップしています。その様子もわかると思います。皆さんですね、名古屋の方、ぜひですね、お近くの方はですね、会場に行ってみたらいかがでしょうか。10月のですね、11日まで、開催しています。名古屋松坂屋、の本館南館の8階でやっていますので、有料なんですけども、ぜひですね、覗いてみてはいかがでしょうか。ということで今日はですね、名古屋会場の写真なんかお見せしました。